ドミノは2005年のアメリカ映画、トニー・スコット監督の作品。実在した元モデルの女バウンティハンター、ドミノ、ハーベイの自伝的映画、ラスベガス警察、取調室での事情聴取。逃亡犯や仮釈放中の犯罪者の身柄を拘束するバウンティハンターのドミノが FBI 捜査官タリンと向き合い、取調べを受けている。ドミノの顔は傷だらけ。 手には手錠がかけられている。タリンは36時間前に発生した1000万ドル強奪事件の首謀者がドミノであると考えていた。追求するタリンにドミノがゆっくりと彼女自身の、そして事件の真実を語り始める。ドミノは名優ローレンス・ハーベイの娘としてロンドンで生まれた。愛する父と共に恵まれた特権階級の生活を享受し、 幸せな日々を送っていた。しかし、幼い頃に、父が急死華やかで社交家の母、ポーリーンは、1日も早く再婚相手を探そうと、躍起になっていた。一方ドミノは、そんな生活に馴染めず、いつしか、反抗的な態度が目立つようになる。やがて彼女は美しく成長し、15歳で早くも、トップモデルして活躍する。だが、 周囲のモデル仲間やカメラマンと常に衝突。それはビバリーヒルズに移り住んでからも繰り返された。空虚な毎日に辟易し高校、大学進学後も彼女の行動はますますエスカレート。間もなく暴力事件を起こして大学を退学、荒れた生活が続く。そんな中大きな転機が訪れる。それは偶然目にした新聞広告の バウンティハンター募集の文字。生きている実感を探し求めていたドミノは心が湧き立つのを感じた。バウンティハンターになることを固く心に誓ったドミノは有名な保釈金保証人のクレアモント主催の養成セミナーに参加し、無理やり仲間入りを果たす。彼女のパートナーはリーダー格のエドと危ない雰囲気が漂うチョコ。初仕事でいきなり命を失いかけながらも、 見事成功を収めたドミノ。本格的にバウンティハンターへの道を進み出すとともに、銃撃戦も珍しくない人となり合わせのスリルに見せられていく。その後、運転手としてアフガニスタン人のアルフを仲間に加え、4人は絆を深めていき、その関係は家族同然のものとなる。そして、そんな彼女らの存在を知り興味を抱いたテレビ局が取材を申し込んでくる。 カッコ内は日本語吹き替え、ありがとうございます。